20年前ぐらいはねブームだったよね、枕で。うん、その時に買いました。あの一番枕木がブームだった頃、あの頃に買った枕木です。ちょっとおしゃれに飾ってたんですけど、あのボロボロになっちゃったんで埋めて、まあ、飛び石代わりにする予定でしたけどうまく埋まりません。なんかだんだん腐る方が早いような気がする。逆に取っちゃえばいいのかな。うちはまあ枕木として使った木だけど、あの今新品の枕木ってそもそも今枕木使わないしコンクリだし枕木が存在するわけがない。そう、庭に枕木ってみたい。でもあのホームセンターとか園芸店行くと売ってるよね枕木。まあね、廃物利用だからっていうか石目のファイト。片手だと枕木持ち上げられない、大変だ。だから庭師じゃなくて役者なの。あ、役者は演技うまいか。してるだけど、あ、いい感じ。でもそんなに悪くない。あ、ちょっと高いな。でもまだうまくいかねえな。ちくしょう、入ったね。でも土入れたらうまくこれで合うかな。どんどん土入ってくる。道路工事なんかは10センチ、20センチずつ土を持って、で機械で組み固めて、で写真撮ってっていうことやるから、あのまあね、大きい車通るんじゃなくて人が通るだけなので、そんなにはいらないけど、でもまあちょっとで、あと水締めすると、あの途中で痩せたりすることは、あの道路の側溝とかがへこんだりしてるのは、あれはあの手抜き工事をやった結果です。なのでこういう隅はね、しっかりあの少しずつ土入れて踏み固めた方が、
の足のリーチはあんまり関係ないですから。重量ですから。バッチリかな。45キロしかないから無理かな。羊飯ってさ、一回ちょっと痩せさせてからもう一回見た方が。水締めするとどんどん血が。まあ、この先レンガ引いたりする時にまたもう一度鳴らすので、今日はこんなもんでしょうか。畑の前の飛び石代わりの枕木できたので、あと反対側はレンガを少しで、あと芝生をやっていく予定です。では最後までのご視聴ありがとうございます。グッドください。よろしくお願いします。では、ご視聴でした。バイバイ。では、お、破けてる。